当時、高月明の推察は、沢村美影による推理小説シリーズ及び、それを原作とした愛美当時の漫画作品。2021年7月時点で、電子版を含めたシリーズ累計発行部数は25万部を突破している。東海テレビはうわう共同制作連続ドラマとして、テレビドラマ化され、2021年8月からシーズン1。 同年10月からシーズン2が放送予定。一度見たことは決して忘れない絶対記憶能力を持つ民族学が専門の大学准教授、高月明と会議を体験したことにより他人の嘘を見抜く能力を身につけた大学生、深町直也が怪現象にまつわる事件を解決する様を描く民族学ミステリー。8年前、 怪しげな夏祭りに迷い込んだことがきっかけで人の嘘を見抜く能力を持ってしまった青年、深町な親は周囲と距離を置いて過ごしていたが、ある日大学准教授、高月明との出会いを機に怪異現象にまつわる事件に巻き込まれることになる。東海テレビはうわう共同制作連続ドラマの第三弾として、二千二十一年八月七日から九月二十五日まで、フジテレビ系、 大人のドドラ枠でシーズン1が放送。さらに同年10月10日からシーズン2がワウワウプライムで放送。主演は本作が単独での連続ドラマ初主演となる井上沙氏。シーズン1シーズン2ゲストゲストゲストシーズン1シーズン2シーズン1千二十一年8月7日から9月25日の見逃し配信の総再生回数が5 0万回再生を 記録し、東海テレビ制作のドラマ放送としては、歴代1位の総再生回数となった。ありがとうございます。